どうもお疲れ様です。野村さん、いつもね動画の方を送っていただきましてありがとうございます。今回はね XRP についてまたお話したいと思いますけども、速稼塾の中にはねカルダナエダの他に、まあ数年前に私がね小さく始めた XRP の会っていうのがありまして、こちらの方ではね私が仕込み時にゴーってね号令をかけるんですよ。もちろん最終的な責任は私取るわけではありませんけども、まあでもね前回2019年の時は200円ぐらいまで上がったんですよね。仕込みが40円から60円。ここで仕込んだ方が、結局ね、3倍から4倍の値上がり益を取ってくださったということになります。そこからまた値段がぐーっと落ちてですね、40円台に戻ってきて、今年1月から3月の間にまた仕込み時期が現れたということです。今回は SEC の訴訟に関して、まあ、おおむね勝訴するだろうというね、目論見からですね、今のうちに仕込むチャンスが来たかなと、そして最後のチャンスが来たかなと思ったんで、1月から3月の間に40円から60円の間で、まあ、大量の仕込みをね、お勧めしました。まあ、それは一般公開動画でも出したんですけども、やっぱりね、それに、まあ、言ってみれば、釣られてですね、資金投入された方が、今回、90% 以上の、値上がりを見せましたんでね、要するに、倍になったわけですよね。倍になったんで、今回も大きく利確されてね、本当に良かった良かったって感じですかね。やっぱり XRP の値動きっていうのは特徴的なところがありまして、まあ、これは単純にそうだとも言えないんですけども、まあ、40円から60円のフェーズに入ったら、これは買いだなっていうのが今までの流れです。でも今回、これからですね、100円が基調になると思いますので、もうね、100円を切ることってのはないと思うんですよ。で、100円を切ったら逆にこれは買い時になりますんで、今度はね、80円前後でも買った方がいいかなというふうに考えてますけども、まだ新しい指令は XRP、友の会の方にはね、出しておりません。まあ、今回も、まあ、内緒でやるっていうよりもね、一般公開で出した方がいいかなと思いましたんで、今後は XRP の予測値につきましては一般公開動画でやっていこうかなと思います。今まで2回予測して2回とも大きいのが当たりましたんで、なかなか私もね、XRP については値動きが見えてきたかなってところですよね。もちろんテクニカルではなくて、ファンダメンタル一色なんでね、これはね。だから情報をどのぐらい掘っていけるかってことに尽きると思います。暗号通貨っていうのはね、特にアルトコインは、このファンダメンタルによるところが大きいんでね、情報を取ることによって、まあ、値動きのある程度の予想ができるかなというところでございます。それが XRP で巨大利益のからくりということになります。まあ、今後も XRP 情報、ADA とともにね、カルダの ADA とともに、やっぱり発信していければなと思いますので、ご協力よろしくお願いします。それでは、お疲れ様です。